こんにちは、ひろひろです。先日こちらのピアニカケースを作ったのですが、今回は両サイドに D カンを挟んだタイプを作っていきます。ショルダータイプとしてお使いいただけます。用意する材料はダイソーのキルティングが2枚と内生地が2枚と D カンとカバンテープを1つ準備します。お好みでワンタッチホックをつけてください。ショルダー紐の材料はナスカンが2個とアジャスターを1つ準備します。27cm×57cm の表生地が2枚と内生地を2枚準備します。生地を中表に合わせて底を1回縫って生地をつなげておきます。キルティング生地の付属についているお名前タグの両端を内側に折って、生地の端、横から7センチ、下から6センチのところに縫い付けていきます。40センチにカットしたカバンテープを2つに折って、生地の両端を19センチほど開けて、カバンテープの端を1センチほど出して固定しておきます。反対側も同じように生地の両端を19センチほど開けて、カバンテープを1センチ出して仮止めをしていきます。このような感じで仮止めしておきます。この生地を重ねて両サイドを縫っていきます。両サイドを縫って袋の状態にしておきます。内生地も同じように中表に重ねて返し口を開けて両サイドを縫っていきます。袋の状態にした生地にマチを作っていきます。3.5cm×3.5cm の紙を準備して、端に合わせて印をつけておきます。印をつけたら生地を開いてマチを作っていきます。縫い代を割って線の上を縫っていきます。4箇所マチを作っておきます。8cm にカットしたカバンテープと D カンを準備して、 D カンにカバンテープを通して2つに折っておきます。表生地の端の縫い代を割って D カンを挟んだカバンテープを固定していきます。カバンテープの端を少し出しておきます。反対も同じように D カンを固定して仮止めをしていきます。Dカンを仮止めしたら、内生地をひっくり返して表生地の中に入れていきます。両サイドの縫い代を合わせて洗濯バサミで留めておきます。周りも何箇所か生地がずれないように留めておきます。口部分をぐるっと一周縫っていきます。入り口部分をぐるっと一周縫ったら、返し口からひっくり返していきます。内
内側から角を出しておきます。返し口は少し内側に折り込んで端を縫っておきます。返し口を閉じたら内生地を表生地の中に入れていきます。最後に入り口部分に押さえのミシンをかけていきます。内側から表生地が少し見えるように洗濯バサミで留めていきます。このような感じで周りを留めたら、ぐるっと一周押さえのミシンをかけていきます。内側から表生地が少し見えるように押さえのミシンをかけていきます。最後にワンタッチホックをつけていきます。目打ちで生地の中心に穴を開けていきます。ショルダーベルトを作っていきます。ナスカンを2個とアジャスターを1つ準備します。アバンテープを140センチにカットしてアジャスターに通して、端を少し内側に折り込んで縫い付けていきます。アジャスターにカバンテープを縫い付けたら、ナスカンを1つ通していきます。ナスカンを1つ通したら、カバンテープをもう一度アジャスターに通していきます。アジャスターに通したら、アジャスターをひっくり返した状態でカバンテープの端にナスカンをもう一つ縫い付けていきます。これでショルダーベルトの完成になります。100均の材料を使って作ることができるので、よかったら作ってみてください。